ファニー・アダムスにベーカーがホップ園から出てくるのを目撃しており、その時の彼の服や手は血で真っ赤に染まっていたと語った。その後、ベーカーは革で血を洗い流そうとしており、ハンカチで血を拭き取り、小さなナイフと何かを取り出していたという。少年はこの話を母に打ち明けたが、母親は2ヶ月後にパブで話すまで、これを口外しなかったという。 警察は6日間にわたって捜索を行ったが、狂気とおぼしきものは何も出てこなかった。10月下旬、ウィリアムは放火学鑑定を行うように要求し、押収されたナイフ、復元されたすべての衣服が専門家のもとへ送られた。数週間に及ぶ鑑定の結果、ナイフに付着していた血液は人間のものであると断定された。 一本のナイフには凝固した血液が見受けられたが、柄には付着していなかった。専門家は後に反対尋問において、もしナイフが現れていたのなら、ナイフ全体に血液が浸透して、サビの兆候が見受けられていたはずであると語った。ナイフから検出された血液は極少量であった。さらに、見解によると、ナイフの扱いに慣れていない人物の犯行であり、 解体には1時間半ほど用したと考えられ、血液は流れ出ただろうが、噴き出すほどではなかったであろうとのことである。ベーカーの衣服からは、血の跡と見られるものが見受けられ、コート、ズボン、靴下からも複数検出された。シャツの袖は折り曲げられており、隠れた部分からも血の跡が見つかった。遺体には、性的暴行の跡はなかった。地元の医者は、直接の死因は、 石で頭部を打されたことだろうと推察している。また、解体にはもっと大きな刃物が用いられ、殺害から1時間以内、まだ遺体が温かいうちに行われた可能性が高く、細かく切り分けられ、引き裂かれたのだろうとしている。また、帰り地を浴びないような、立ち位置を考えるのに時間をかけたのだろうという。結論として、小型のナイフでは遺体をバラバラにすることはできず、 何か別の狂気が使われたはずであるということになった。一方、ウィンチェスター刑務所でのベーカーは上絶で、監視や特に牧師によく話しかけていたという。彼は自分の意志は揺るがないことを主張し、奴は見つかるだろうと、真犯人の存在を疑わなかった。そして、よく眠りよく食べたと言われており、アートンの刑務所で不眠症気味だったとか、 薄切り肉を見て身震いしていたとかいう情報とは対照的であった。当時の英国の法律では突然死の場合は検視官による検視が必要とされており、ファニーの場合も8月27日に軍の検視官代理のロバートがウィリアムと所長代理律の元審理を行った。偶然にも最初の裁判が行われたパブはベーカーが働いていた事務弁護士事務所の向かいで、 警察署にほど近い場所だった。最初に証言台に立ったのは、ファニーの親友ミニーであり、ベーカーが彼女らにどうかを与え、ファニーと小道を抜けたこと、ブラックベリーを積んだことを証言した。ミニーは、それがベーカーかどうか確信が持てなかったとのことであるが、ファニー殺害時のベーカーの格好を言い当ててみせた。次の証言者は、ファニーの母ハリエットで、ホップへのそばで、 ベーカーに会った際、彼がベージングストークの方角を向いていたことを語った。そして、彼こそが娘にハーフペニーどうかを与えたのだと主張した。しかし、ベーカーは違うサンハーフペニーどうかだと反論した。そして、今度はハリエットと共に同行した主婦の番になった。ベーカーを発見した時、彼は落ち着いているように見えたと語った。そして、 彼にハーフペニーどうかについて問いただした時のことを説明した。その時、主婦はハリエットに彼を警察に突き出すべきよと進言したが、ベーカーは、老人種は子供たちにハーフペニーどうかを与えるのです。そこに体などありません。それと同じことと落ち着きを払った様子で言った言う。ファニーの所在について問われた時には、遊びたそうだったので残してきたと返した。 その後、検視官から反対尋問の意思を確認されたが、これを拒否している。12月5日のアートンタウンホールでの裁判で、弁護側は、ミニーの証言に異議を唱え、見つかったナイフはいずれにしても、犯罪を犯すには小さすぎると主張した。また、ベーカーの父親は、暴力的で、いとこは亡命中で、妹は農園で死亡し、彼自身は、 常時の後自殺を図ったと弁明した。弁護側はまた、日記の記載は、被告が使用した、転換患者における記載法のテンプレートのようなもので、あり、殺害されたという言葉の後に、コンマがないことは、その記載を自白であるとみなすに至らないと主張した。判事の一人は、心神喪失を理由に無罪にするよう売償に、進言したが、わずか15分後に、有罪の評決が下された。 ベーカーは12月24日、クリスマスイブに、ウィンチェスター刑務所の外で、公開処刑の形で、公主刑に処された。記録上最後のウィンチェスター刑務所における、公開処刑であった。処される直前、遺族に向けて、軽率であった頃の自分を浴び、許しを恋願う書面を書き残していた。ファニーは、アートン墓地に埋葬され、その墓石には、以下のような言葉が刻まれている。 1867年8月24日土曜日、邪悪なものの手により殺害された8歳4ヶ月の、ファニー・アダムズのために。フィアーノット・ゼム・ウィッチ・キル・ザ・ボディ・バット・アレ、ノット・エーブル・ツー・キル・ザ・ソウル・バット・ラザ・ーフィアー・ヒム・ウィッチ、イズ・エーブル・ツー・デストロイ・ボース・ボディ・アソウル・イン・ヘル、マタイによる、福音書、第10章第28節アトンボッチにあるファニーの、破壊詞。1869年。 マトンの缶詰がイギリス海軍で支給され始めた。しかし、評判は今一つで、次第にこの缶詰の肉はファニーアダムスの未発見の死体だとするブラックジョークが流行り始めた。20世紀中頃、多くの労働者階級が好んで、スイート FA やスイートファニーアダムズをスラングとして使うようになった。これは記事冒頭でも説明したように、 何もないという意味であるが、今現在でも遠曲表現として残っている。ありがとうございます。